ェスチャー対決。今回の V ディグはジェスチャー対決。難しいお題に四苦八苦。猿猿猿ゴリラ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 バナナバナナバナナ。さらに懐かしゲームブタミントンで大興奮。話やで。おお。高橋選手は大先輩渡辺選手に何をお願いされたのか。バレーボールリーグ V リーグ。まずは今週の V リーグダイジェストから。ファイナルに向け星を落とせないパナソニックは序盤から復活のブロックや山内のクイックで得点を重ねます。最後もこの日絶好調の清水がスパイクを決め VC 長野に勝利しました。僕の今日のパワーの源は菅健太さんが、はい、毎回ハイタッチしてくれたのね。1日限定、プレイヤーということで。いやもう本当にこんな近くで試合を見せていただくことっていうのは多分もう人生で最初で最後だと思うので。いや何回も来てくださいよ。いいですか。また何回も来てください。かしこまりました。前の日堺ブレイザーズに敗れたサントリー。この日は序盤からサーブで相手を崩します。アラインのサーブから7連続得点を決めると、最後もアラインのノータッチエース。第1セットを先取します。終盤互いに譲らず長いデュースにもつれ込みます。粘る堺に競り勝ったサントリーが雪辱を果たしました。サブはそんな調子良くなかったから、もう今日攻めるしかなかった。22歳になりました。頑張ります。VC 長野に痛い一敗を喫したパナソニックは一つ順位を落として5位。ファイナル4に向けもう星を落とせません。 V リーグ司会を務めます NBS アナウンサーの金山いじみです。よろしくお願いいたします。さあでは早速今回私たちがディグル選手をご紹介いたしましょう。まずはパナソニックパンサーズ渡辺壮吾選手、新堺野選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。サントリーサンバーズ喜入義満選手、高橋優衣人選手です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。今回初登場ということになりました、はい、渡辺選手意気込みというのはいかがでしょうか。そうですね、毎回サントリーさんといろんな勝負してるのは見てきてたんで、はい、今日は勝ちたいなと思います。よろしくお願いします。今日ゲーム対決ということで、うちのゲームプロフェッショナルがいるんで、もう絶対勝てると思うんで今日は頑張りたいと思います。そうですか。さあそしてサントリーのお二人ですけれども、今日の意気込みはいかがでしょうか。勝ちます。お勝つという力強い一言、はい、おめでたいことがあったというふうに伺っているんですが、はい、つい先日なんですけど、はい、2人目が生まれました。おめでとうございます。お名前を伺ってもよろしいですか。2人目はリトって言います。リト君、はい、バレーボール選手にさせたいなっていう思いありますか。いや、まあさせたいというよりかは、まあスポーツはなんかやってほしいですけど、はい、もうバレーボールっていうよりかは自分のやりたいことをやってくれたらなというふうに思います。なるほど、はい、この番組の意気込みというのは高橋選手いかがですか。前回は料理を作って、はい、まあ、全員うまくいったんで勝負でいうと、まあ、同点だったんですかね、はい、今日は、まあ、キーレさんがサンバーズの ゲーマー代表っていう。そうだね。多分、はい、多分いい勝負になると思うんですけど、高橋君を引っ張ります。はい、まあ、そして3月25日土曜日と26日日曜日にパナソニックアリーナでパンサーズとサンバーズの直接対決が行われます。レギュラーラウンド最後の2連戦ということになるわけなんですけれども、ファイナルステージに向けても非常に大事な試合になると思うんですが、最終戦で、僕らも、ファイナル進む大事な大きな試合になると思いますし、前回本当に悔しい、負けをしてますので、はい、しっかりホームゲームで勝ちに、つなげたいなと思います。前回、フルセット2回負けてて、まあ、向こうのホームだったんで次はこっちのホームでフルセットで2回勝ちたいと思います。いや、相手も勝負してきてるので、まあ、そこは真剣勝負で、まあ、どっちが勝つか分かんないですけど、いい試合をしたいなと思います。はい、
自分らも簡単には勝てないというか、いつもいつもタフな試合をしてるんで、まあ、そこで勝ち切って、まあ、ファイナル勢いつけていきたいなというふうに思うんで。サンバーズは攻撃力が売りなんですけど、パナソニックさんはミスのない守備力がすごいなというふうに思ってるんで、そこのホコタテ対決に注目していただいて、お互い切磋琢磨していい試合をできたらなと思います。さあ、大一番を控えた両チームに今回はお越しいただきましたけれども、こんな企画をご用意いたしました。直接対決直線、炎の三番勝負。炎の3番勝負と題して、2チームには3つのゲームで戦ってもらいます。勝利チームには1粒1500円の高級いちごがプレゼントされます。最初の種目はこちら、以心伝心ジェスチャー対決。はい、バレーボールはチームプレーのスポーツですので、毎日のように一緒にいる皆さんであれば声を出さなくてもチームメイトのことが分かるはずです。味方の選手に向け声を出さずに身振り手振りのヒントだけで回答してもらいます。1分間で何問正解できるのか、パスは2回までとなっています。それでは参りましょう。サントリーサンバーズをチャレンジ、用意スタート。さあ、1分間が始まりました。どうでしょう。怠け者。お、正解。いきなり正解、最速のいいスタート。おお、さあ、2問目。お、猿、猿、クライマー。お、惜しい。クライマー、どうか。パス。お前が使う。カラオケ。お、正解。2問正解です。さあ、次はどうか。ムセルスキ。これはドミトリームセルスキ。さあ、次はどうか。え、魔法使い。ほうき、ほうき、魔女。残り20秒。ハリーポッター。パス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 。さあ、2つもう2回パスを使いました。え、猿猿猿、ゴリラ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 。バナナバナナバナナ。4、滑った。3、マリオ。2、1。ウテルスキ。今の最後、最後ギリギリ入りましたか。最後ギリギリ正解ということになります。はい、見事なんとか4問正解です。いや、初めての怠け者ってやばい。さあ、では参りましょう。パナソニックパンサーズのチャレンジ、用意スタート。さあ、1分間がスタートしました。まず最初のお題ですが、答えられるかどうか。猫、うん、犬。どうだ、これは分かった。パス、パス、いきなりパスを使った。1回パスを使いました。正解。さあ、ボーリング正解です。さあ、これはどうか。魔女の卓球。どうでしょうか。魔女。わかるか。指揮者。やばい、やばい、やばい、もう使っちゃったよ。使い切りました。サウナ。これはどうか。残り20秒です。正解。サウナ正解。復活。あ、正解。正解です。さあ、残り10秒。9。バレリーナ。8。7。6。スケート。5。4。3。2。1。終了。パナソニックチームは3問正解ということになりました。チームの勝利です。ハリーポッターなそれ。それそれ、ここまで飽きた。お、魔女の宅急便。これはヘイミッシュ2つ目です。そうそう、もう分かった。分からなかったですか。どうでしたか。分からんかったですね。え、分かった。あ、見てるか。見えてる。いや、魔女の宅急便見られてました。そう言われればハリーポッターやな。ものすごく悔しそうですけれども、はい、いや、考えたら出そうでしたからね、ハリーポッターね。あー、もうちょっと時間があればっていうところでした。はい、お幸先のいいスタート切りましたね。そうですね、はい、まあ、もうゆうとくんが
はい、しっかり答えてくれたんで。あ、優しい。よかった、安心しました。続いての対決はこちら、息を合わせろブタミントン対決。1987年に発売されたブタミントン。基本的なルールはバドミントンと同じ。豚のお腹を押すと出てくる鼻息で羽を操り、相手の陣地に落とせば1点が入ります。高さのパナソニックか、守備のサントリーか、激戦必至です。私がせーのと言いますので、全員で1、2、3、ブーと言ってスタートします。一回声出しの練習をしたいんですが、皆さんよろしいでしょうか。はい、1、2、3、ブー、豚のブーですね。はい、ではいきますよ、はい、せーの、1、2、3、ブー。いいですね、掛け声はバッチリという感じ。では全員一緒にいきますよ。まずは掛け声です。いきますよ、せーの、1、2、3、ブースタート。高く舞い上がっている。まずは1ポイント目、よっしゃよっしゃよっしゃ。あと1点、ここマッチポイント、マッチポイント、伸びてください、白熱ぐらい。はい、白熱。さあ、追い込まれすぎちゃう俺。これけど楽しいですね。楽しい、これめっちゃ楽しいよ。めっちゃしんどいけど。さあ、まずは1ポイント目はサントリーが取りました。サーブ権はサントリーに移ります。ではサントリーマッチポイント、どうなるのかいきましょう。せーの、1、2、3、ブー。最後新選手、どうでしたか。惜しかったですね。いや、オーバーすごかった。もうあの今回の特別ルールでオーバーネットありということですんで、直角に。いやでも高さでいうとお二人の方が有利かなっていうふうに思ったんですけれども、やっぱりリベロ二人だったんでディフェンス硬かった。そうですね、このブタミントン対決はサントリーの勝利です。慌てて拭いてもダメですよね。うん、そうやな、一回呼吸させなきゃ。そうそうそう、豚のね、豚の呼吸豚の呼吸させて。この3番勝負負けたやん、もう 2-0 で。もういいわ。豚の呼吸1の方、1の方、豚の呼吸1の方。ていうか、なぜか若いな、じゃあ握力が振動で片手じゃ無理、片手無理だ。震えてる震えてる、力つく。ずっと芯がやったもん。そうさ、やってたってこと。やってた。熱っ。さあ、2種目終わってサントリーが2連勝ということになりました。この3番勝負、サントリーの勝利ということになります。はい、ですが、このままでいいんでしょうか。大丈夫ですか、これで終わって。
て。終われないですね。終われない、はい、新選手終わりたくないです。終わりたくない。そうですよね。ここはサントリーの2人にちょっとしっかりとこうお願いを。ちょっと2対0で負けちゃったんですけども、最後にもう一勝負お願いできないでしょうか。よろしくお願いします。しゃあなしやで。させよーし。させ大先輩。次回の V リーグは任天堂スイッチスポーツでバレーボール対決。これもいいトスが上がった。強烈なスパイク決まった。見てる。昔スパイカーやってたんでちょっと思い出しました。キーレ覚醒。果たして誰が高級イチゴを食べるのか。チャンネル登録と SNS のフォローもよろしく。せーの、 V リーグ。